週末の予報はもちろんなんですけれども、あの予報がちょっとあんまり今一つ見えてこなかった台風14号、少しです、ね、流れが見えてきましたんで、詳しく後半にこれはお伝えをしたいと思います。えー、秋の季節の便り、皆さんからたくさんいただきました。 大変珍しい現象を今日捉えております。この中で。<う>えー、まず福島市朝の忍山真っ白。はい、これはまあ、この季節、あの放射冷却で冷え込むと。霧が出るんですけども。<ー>実はこの霧にまつわる大変珍しい情報を。郡山の方が捉えてくれました。<う>これです、畑たさん。え、虹。白い虹。白い虹です。これね、かなりレアものですよ。えー これねあのあ<ー>太陽の光が霧に当たって屈折するとですね白く映ることがあるんですが大変珍しいです、あ<ー>まああの一生に多分1回か2回見られるか見られないか,ないかない夏歩さんにはきっといいことがあるのかなと思いますけれども<ー>、えー、そして霧が晴れてですね日中はこんな形で穏やかになりました浄土平にもリンドが咲いて秋の装い、<ー>あ七日窓が色づいてます。 これが秋が始まりましたよという一つの合図なんですよね、はい、山の。いよいよ始まりました。うん、そして相馬市、えー、稲刈りが行われておりました。始まってるんですね。で、この10年前にですね、はい、稲刈りを見た女の子がですね、一句読みました。こちらでございます。はい、飛ばしすぎ、田んぼの稲穂も泣いている。巻元城4年、畑谷あかり。畑谷あかり畑谷あかり? 私が16年前ですね、10歳の時に書いたもので、これ今でも立派にそうなんですね、飾ってあるということですよね、視聴者の方からいただいたものなので、いや、いい一句ですよね。この時賞を取って、学校の外に飾今でも飾ってあるってことですねぜひ、牧本小学校の皆さん、お姉さん、立派になられております。でさあ そんな畑谷さんがですね、はい、いつもあの南の村から実家から送られてくる天栄村頼りなんですがこれ立派そうなんです昨日から 和製の栗が落ち始めたとということでこれでれ食べられるんですかそうですすそう栗ご飯に入れたりとか栗コロッケにしたりとかららららら秋はね本当に美味しいものがたくさん実りますから、ね、で今年、実はですね全国的に栗が豊作だという話を聞きました、<い>こういうことを皆さん、うん、ご存知でしょうか、甘、えー、栗檜柿といって雨の多い年は栗がよく実り日照りの多い年は柿がよく実る<い>今年やっぱり夏場からあの雨が多かったんで<い>えもしかしたら全国的には豊作なのかもしれません。さあこの週末 じゃあ雨が降るのか柿は色づくのかどうか、えー、明日の天気から見てみましょうか明日ちょっとパッとしないんですよ昼、はい、前後ににわか雨がどうもありそうです、えー、大きなただ大きな崩れはない予報ということになっております、はいえー、雨が降る時間帯なんですけども時間なんだけどだいたい2,30分ぐらいでやむと思いますので、えー、安心してくださいそして中通りの北部です えこちらもですね大体昼から午後3時ぐらいにかけてパラパラパラあるいは大粒でザっとえ降るかもしれません雷が鳴ることはないと思うんですけどもえ一時的にもくもくした雲が発生しますあのこんなパッとしない天気で30度近くまで上がるんですよじゃあ蒸し暑いですね相当湿度が高くて蒸し暑くなりますんで明日は半袖でお出かけくださいそして中通りの南部です洗濯物の乾きも今一つですけども明後日洗濯日和になりますから明日はゆっくり休 休んでください、はい、皆さんあの昼過ぎに大粒の雨が数十分ほど降る可能性があるということです、はい、えそして浜通りです、えー、明日の夕方から天気が回復します明日浜通りではにわか雨はなさそうそして明後日は、えー、お出かけ日和というかまあ、お出かけはあんまりできないとは思いますけれども、うん、庭いじり日和ということになりそうですね、はい、さあ台風なんですけれども羽屋さんちょっとよ皆さんよく見ててください、はい、ここなんですが急にあれほらこれ真ん中どうですか 穴が開いいてますねはい、これね、こ,この穴、何なのかというと、はい、台風の目なんですが、ピンホールアイっていうんですよ、はい、非常に強い、発達した台風の時にできます、はいえー、この台風14号、アメリカのカテゴリーで、カテゴリー5、最も強くって、えー、日本では猛烈なと言っておりますけれども、スーパー台風です。うん、でででこここの今後すすすけれどもこの後ですここに注目です14日ですそして 東シナ海をです、ね、北上する予報なんですが、この辺りでちょっと停滞しそうなんですよ、<ー>で九州は大雨になりそうなんですが、このあと、このあと急に進路を変えて、来週の半ばあたりにです、ね、ご覧のように九州に上陸して、沿岸部を進む予報になっております、18日午前9時に紀伊半島あたり、これ覚えておいてください。はい、これ日本の予報ですですは アメリカヨーロッパの予報どうなっているのかというと、はい、アメリカもだいたいキー半島沖合になってるんですねそしてヨーロッパも東海沖ということになってつまり日本の予報ヨーロッパアメリカが揃ってきたということになります、はい、でじゃあこの後どうなるのか気になります、はい、来週週末どうなるのかおそらくこの気圧の谷に乗って えー、西寄りの風に乗って関東沖を等身するという形になるんですけれども上空の偏西風がこれ方向強さまた変わる可能性があるさらには台風を北上させるこの太平洋高気圧の力これがですね日によってばらつきがあるということなので今の段階で予報が難しいんですが。うん 福島の見解はこちらです木曜日から秋雨前線の影響を受けます金曜日にその秋雨前線で大雨の恐れ今のところ台風本体の雨雲はかからないけれども、うん、今日の予報より北上すれば来週末は嵐になるリスクがあります週間予報ですということで、えー、この週末そして週明けはですね、えー、問題なしなんですが来週後半台風の影響を受ける可能性が出てきました一区はこちら秋晴れに家族で庭の芋煮会福テレ防災ラボでした